これから、えー、柔道3.0のゴールデンウィーク最終イベントとなりました。えー、っと青年海外協力隊に行かれていた氏家、えー、さんからいろいろなお話をお伺いさせていただきたいと思います。はい。で、まず、えー、運営側の大学生を紹介させていただきます。えー、まず僕が、えー、和歌山大学の教育学部4年生の中村大樹と申します。よろしくお願いします。願いしす。お願いします。早期れかなうん。あ 早稲田大学社会科学部3年の木村そうと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、えっと明治学院大学経済学部の坂本ゆいです。よろしくお願いします。お願いします。いますはい、っいうことで、えっ、ー、と。皆様の中には、皆さんの中にあの。海外に行きたいけど。どうしようかなっていうふうに悩んでる方であったりとか。青年海外協力隊って、実際どんな内ん容なんっていうのが気になってる方も。 いらっしゃると思います。で、えー、今日はそういったことをお伺いさせていただきたいと思います。で、えー、僕らは、えー、手元でこの携帯であのー、コメントを見させていただいたりとかしているので、えっ、ー、と皆さんにもコメントを書いていただいて、皆さんと一緒に、えー、このイベントをやっていきたいと思います。はい。ということで、藤江さん自己紹介よろしくお願いします。<laughs> はい、よろしくお願いします。えー、今回参加させていただくことになりました。藤江美優と申します。 アフリカのモザンビークという国で2018年10月から2020年3月まで柔道隊員として柔道の指導を行っていました対象者は個人の女の子たちそしてナショナルチームの男女のメンバーの指導を行っていました今日はよろしくお願いしますお願いしますということで、えー、早速なんですけど早速質問させていただきたいと思うんですけど <laughs>、はい、まず あのウジエさんあの韓国行かれたりとかモザンビーク行かれたりとかしてたんですけど、うん、そもそも海外に行きたいな柔道で海外行きたいなって思い始めた経緯ってどんなのなんななですかねえっと最初は海外に行きたいと思った理由は、まあ、柔道は関係なくて、うん、ちょっと旅行に行った時にやっぱ海外かっこいいなとか海外の外国語話せる人ってかっこいいなとか、うんうん、そういう本当にちっちゃいきっかけから。 私もそんな人になりたいとか、うん、そんなことできたらいいなっていうところから、うん、まず海外に興味が湧きました。で協力隊で柔道で行こうかなって思ったのかっていうといろいろ理由はあったんですけど、うん、まあ韓国に行った時に語学留学として行ったんですけれども、うん、柔道を通して韓国の人たちとすごく仲良くなれたり、うん、語学を人一倍学ぶことができて。 あこんなにいろんな人と出会わせてくれて、いろんな体験ができた柔道にまずは恩返しがしたいっていうのが一つと、まあ、あとは私自身が世界を見てみたい。で、それを柔道をツールとして世界を見れたらいいなっていうのがまた一つ。うん、と、私自身膝を3回手術していって、柔道のせいで。柔道のせいでというか柔道をやりながら。で、うん、ちょっとこの怪我をして、 いろんな人に助けられて私一人で柔道してるんじゃないなっていうのも感じたので、うん、何か悩んでる人の背中を押せればっていうことで柔道を通して誰かの背中を押したいっていう気持ちで海外にに行くことななりましたなるほど、うん、なんか柔道ってあれですよね言葉通じなくてもすぐに仲良くなれるっていうなんか不思議なところがありますよね。 もう本当にそうですよねびっくりしました、うん、私も言葉できなくて不安だったんですけど、うん、それこそ道着さえあれば何なら道着がなくても柔道の技の名前とかを知ってるだけでなんだお前はって声かけてきてくれて面倒を見てくれて <laughs> ここにすすごいいいツールで,ツールですねうーんちなみにその海外行かれてっていう話やったんですけどそのその旅行で海外に行かれたのっていくつぐらいの時ですか 結構親が旅行好きだったのではい、はい、小さい時から、うん、まあでも5年に1回とかぐらいで近くのグアムとかハ、うん、イパンとか遠くても多分ハワイとかでしたね、うん、にまあ1回ぐらいずつ行ったことがあったっていう感じです、うん、なるほどあれですね結構その世界に出ていくのが割と身近な感じで育ってったっていう感じなんですね。そうですね確かに それまで一回も外,外に出たことがないっていうわけではなくて、うん、留学に行く時も、まあ、何回か旅行でどこかに行ったことがあるっていう感覚感じでしたなるほど、うん、なんかそのい,ろいろんな国行ってる中でなんかここ好きだなっていう特にありますか国今はやっぱりモザンビークがー <laughs> なんですけど <laughs>、はい、どうですかね韓国はやっぱりご飯がああ<ー> 日本のものとも似てたのですごい美味しかったですしあとは台湾とかもデザート系が美味しくて印象に残ってですけど、うん、<laughs> 印象に残ってます。ですねということであのあとまずあの青年海外協力隊行かれる前に行かれる前っていうかあのまあ その進路って決めていかないといけないじゃないですか。えー、例えば、その。学校の、<laughs> おじいさんの場合、うん、あの、学校の先生と青年海外協力隊両方受けられたと思うんですけど。その時に何かその葛藤であったりね、みたいなってありました。実は、韓国に行く前、韓国は大学四年生の時に行ったんですけど。うん、そこの留学に行くまでは、まあ、教員になろうと思ってました。正直、うん、帰ってきてすぐ教員の試験の準備をしようと。 ただ、韓国に行ってその柔道がとても面白い柔道を通して何かしたいと思ってもともと協力隊も視野に入れていった時があったので怪我をする前に、うん、なので2つの選択肢が一緒にこう上がってきて、うん、で私の中では、まあ、公務員はいつでも受けられる、うん、今行きたいっていうのが協力隊だったんですね。うん でそれを親とまず大学のゼミの先生に相談をしたら、うん、まあ大反対をくらいまして <laughs> 何を言ってるんだとそんなのまあ受かるかどうかもわからないし受かってからも先が見えないということで大反対をくらいましてで大反対をくらった後とはもう誰にも相談をせずにだったらまあ公務員に1回受かるって見せれば許可は出るだろうと思って、うん、一旦とりあえず公務員試験 に打ち込みましたで1人でも他の同級生も全員卒業してしまったので私が1年間留学してる間に、うん、もうとにかく勉強して受かって合格をもらってで合格をもらった次の月もうほんと2週間後ぐらいから体育の試験だったので、うんうん、とりあえず合格通知を持って合格したから私のやりたいことをやらせてくれということで、うん、<laughs> 受けて協力隊も運よく受かって。うん でその2つの天秤にかかった時に、まあ、私の中では協力隊って決まっていたので、うん、合格をいただいた教育長の方に「申し訳ございません辞退をさせてください」と連絡をし,てしたら、うん、その教育長がまあたまたまとてもいい方で、うん、今まで全国で本当に前例がないけれど大学院のようなその猶予のものを3年間 つけるから、三年間まず、協力隊に行ってきてください。というふうに送り出してくれて。うん、そして、今は、まあ、帰国して、来年度の四月から、教員として、働く予定です。うん、はい。あ、そうなんだ。ね、はい、そうなんです。なかなか、その、僕も、教員採用試験やって、の勉強やってて、モチベーション維持って、すごい難しいんですけど。うん 藤井さんあれですね青年海外協力会でそこでも親にギャップンチ言わせるじゃないですけど <laughs> そうめりとめてもらうんだっていうのがすごいモチベーションになってたんです、ね、<ー>すごいモチベーションでしたねうん,うん、あれがなかった確かに分かんなかったですねこれからどうなっちゃうんだろうって不安で勉強に入らなかったかもしれないので、うん、ある意味運命だったかなと思いますあれですねそうやってその教育長にこう後押しもしてもらったっていうのもね,あれです,ねです,すごい大きかったですねう ということで、まあ、そんな中でその青年海外協力隊で行かれたわけなんですけどそもそもあの青年海外協力隊ってそのサポート体制やったりその派遣中にのお金の話であったりで、まあ、医療制度とかであとはまあ研修とかもあるんですけどそなんんんななな実際どんな感じなんですか、ね、まずこう受験の時点で1次試験、確か2次試験も。 交通費だけはちゃんと請求すれば出ますし、うん、あとは在家の決められたホテルに泊まれば予約をして泊まれば受験者の段階でもきちんと0円で受験をすることができます。うん、もう最初からすごい保証は手厚くて、うん、で合格をしてからですね合格をしてからはまずその先ほど言われた訓練が70日間あります。うんうん 訓練場は日本松福島県の日本松市とあと長野県にある合宿場に入るんですけれどどちらかに入るんですけど、うん、派遣の国によってあの場所が変わります訓練中は毎朝6時に起きて6時半からラジオ体操をして、うん、ランニングをしてもう8時ぐらいから午後までずっと授業が詰まっていて、うん、で夜ご飯もみんなで食べて。 でっていう一日の流れがちょっと70日間続くんですけど、うん、そこでの保証は、まあ、もちろん怪我病気をしてもお金がすべて出ます、うん、財家の方から、うん、あとは、はい、訓練中は収入がなくなるじゃないですか、うん、そ,のそのために月に4万円、えー、振り込まれます、うん、なので70日間なのでいくら10万円結局は10万円が振り込まれます でその合宿所に行くまでの交通費とかもすべて飛行機代も電車もあ高速バスとかもすべて支給されます。うん、なので国内にいる、はい、訓練の時からすすべてお金は支給されます逆に自分で出す部分っていうのは何かあったんですかは,い、はよっぽどその土日は自由だったので土日に街の方に<ー>結構田舎だったので街の方に で食べたいものを食べるとか買うっていうことをしない限り、うん、お金はすごく余ってましたね。余、えーはい、ってました。そして派遣前ですね訓練が終わって派遣されるまでに、うん、まずその国に行くための準備として十万円が振り込まれて、うん、あとは移転手当その国に行くための移転手当でまた十万円が振り込まれるのでまあ約二十万円が一気に 振り込まれるっていう形です。うん、で、派遣されてから活動中は月に5万5千円ずつ。日本の通帳口座にどんどん入っていって。うん、あとは向こうでの生活費として国によって金額は違うんですけど、約5万円毎月支給されます。まあ、途上国なので5万円もあれば十分に本当に過ごせます。はい、あとはそうですね。住居費として住居も全て、うん。て、うん 支給されるので、光熱費とか込みの家だったり家政婦さん付きの家とかもあるんでそうなると本当に5万円では余るほどっていう感じの生活ですね。 私も向こうにいるとき、ちょっと骨にひびが入ったんですよやらかし。病院行かなきゃいけないじゃないですか。<ー>病院もすべて、まるまる交通費から病院までのタクシーの交通費、そして病院での診察費、もうすべてもとにかく在家の負担で受けれます。<ー> で今帰国してからなんですけど帰国してからは、まあ、とりあえずいくらだったかな今急に帰国が決まったので新しい制度ができてこの今の私の状況は1日3000円ずつ在庫からどんどん振り込まれてるので月に9万円何,をしなく何もしなくてもとりあえず一旦入ってくる状態です。うん、でそれプラスあとまた 国から日本に帰ってくる移転料として約10万円支給あとはこれから就職のための準備費用として活動してた月かける3万円が入るので、まあ、トータルまあ100万円を超すぐらいですねで派遣の前から通算するとやっぱり250万を超えるほどのお金の支給。 があります。で、住居費とかそういう病院のこととかも踏まえるともっとお世話になってるなって感じます。すごい予想以上にめちゃくちゃ手厚い。これだけあれいい。じゃなんかこれだけで行きたくなんのはすごい短絡的だなまあでも学生にはすごい手厚いですよね。社会人 お金貯金があれば自分一人で行こうと思えるんですけど私も新卒、うん、大学卒業と同時に参加だったので、うん、お金がすごく不安で,、うん、でも生活も見てもらえて怪我したり病気になっても対応してくれてで自分が頑張って活動していればいろんな人とも出会えて面白いなと思って在、うん、i の魅力だなと思います。に研修中ってそのやってやぱり そのまあ慣れへんことやって語学のこと勉強やったりとかしんどいと思うんですけど、その中でもうじさんの息抜きってどんなことでしたか？えっと夜ご飯の後に三時間ぐらい自由時間があるんですけど、うん、まあほとんどの人は自分の教室に入って勉強するんですよ。毎日毎日テストがあるので、うんうん、でも私はやっぱ体を動かすことが好きだったので。うん 体を動かすことが好きな人たちと体育館、ジムもあるんですよ、中にた、うんはいたのでそこで、例えば誰か1人バスケットで行く人がバスケを教えてくれたり、うん、例えば柔道で行くんだったら回転運動を教えてあげるよとかストレッチ一緒にやろうよって言ってみんなと息抜きをしたり、うん、あとは中にはそういう自由な時間を使って私が先生役になってこんなことをしたいっていうのを企画してヨガを教えてくれたりとか、うん、今までやったことない例えばパソコンの講座、こういう、うん。 Excel 講座がありますとか、うん、楽器の講座をいろいろしてくれて私は語学を学びに行ったけど語学も含めていろいろな技術、うん、知識いろんなことを学べたのですごい楽しかったし息抜きでしたうんです、ね、多様な人が集まってるからこそのなせる技というかですね。 きっと普通に来てたら出会わなかっただろうなっていう人たちとも出会えたので、うん、上の年が上の方本当七十70歳代の方までいたので、うん、いろんな経験も聞けましたしすごい面白かったです。うんうん、えその研修とかで柔道の人は結構少ないです多多多いいいい方方どっちですか少ない方ですす少なねうん<ー>逆に何がのは小学校教育とか あとは青少年活動といっていろんな孤児院とか学校で活動する隊員の方<ー>それは受験の時にあんまり資格がなくても受験できるものなので、うん、それはすごく多かったですね。うん、で柔道なんですけど、はい、柔道はその訓練の前に1か月間,行動間で合宿があるんですよ。うん、え 私もすごいビビってたんですけど、どなな <laughs> 気になる <laughs> <laughs> ビビってたんですけど、内容は本当に知識とか、柔道の歴史、うん、英語でどういうふうに伝えるのか、自分たち一回、英語で授業やってみようとか、うん、あとは簡単なレクリエーション、うん、こんなことやったら言葉が通じなくても教えられるよっていうのを、本当に行動感の有名な先生たちがもうゼロから教えてくださって。うんうん すごく楽しかった私も最初、ビビってたんですけど、うわ、死にちゃうんじゃないかな <laughs> <laughs> でも、先生方も優しかったし、仲間もすごい助けてくれるし、うん、その合宿に合わせて、海外からいろんなコーチを呼び寄せてるので、うん、本当、世界各国のコーチと私たちが一緒に柔道の指導法を1か月間勉強するっていう形で、うん、その合宿中にもいろんな国籍の人と仲良くなれました。うん、楽しそう

すごい絆も深まってよかったです。なので、<ー>散らばった後、世界各国に散らばった後も、<ー>俺はこんなことやってるよとか、これうまくいった、うまくいかなかったよとか、<ー>あの情報も交換できたので、すごい貴重でした。うん、ですね。共同館のホステルってなんか泊まるだけで世界とつながれますよね。うん、本当に嬉しくりしました。こんな人がと思って。なんか僕もあのちょっと試合とかで。 前日に行動感止まったりやるんですけど、海外の方も止まられてるんで、うん、なんか一緒に喋ったりとか。して、交流とかやってました。うん、やっぱ、ね、海外の方、日本人の柔道家とやっぱ、言葉を交わしたい気持ちで来てますからね。すっごい仲良くやってくれます。<laughs> 本当に、すごく仲良くなれました。そうなんだ。使ったことあるけど、止まったことはないからな。うん、ああ<ー>。使う機会なかったけど、そうなんだ。そんなに来てるんだ。それで。 なんか、うん、一緒の部屋におったりとか。うううんうん、うんなるほど、答えが広がりそうだ。ほんであの、コメントの中であの、青年海外協力隊の入試ってどんな感じなんですかっていう質問がありましたあ入試内容は、うん、まず、柔道に関して言うと、一次試験は完全に書類審査です。うーんえー 応募期間になるといろんな情報がこう出るんですけど要請内容が、うん、その要請内容に基本的に必要なのは柔道3段以上と、うん、あとはまあ指導経験を競技歴が基本的にはまあ必要になるかなと思います。 3段なくても2段でもいけるような内容もたくさんあるのでやっぱり情報は武器になるので、うん、応募が出るたびに確認しておくとといいいかなと思います、うん、で一次試験ではどうして行きたいのかやっぱ死亡理由とか、うん、とは一応行きたい国とかも書くのでなんでその国に行きたいのかでなぜ柔道で行きたいのかで確か柔道の場合は高度科の先生が。 出す問題に答えなければならないので、うんうん、その問題例えばなんだろう型型の成り立ちとか、うん、その時によって問題が変わるんですけど、うん、やっぱ柔道のことも一応勉強していなければいけない内容でした。うん、で一次試験をあ一次試験あと語学の能力もあります。英語だけじゃなくて、うん それこそ韓国語とか、他の国の中国語とかの低い試験でもオッケーなので。取れる人は、例えば大学1年生の時とかに受けた第二か国語とかで。簡単にパッて受験をしておいて、うん、取っておくと。協力隊の受験もすごく楽にいくと思います。なるほど。ね、うん、二次試験が面接と、柔道は実技です。うん、面接は2つに柔道は分かれていて、唯一。で、一つは、在科の。 職員のの方々との面接、まあ、そちらは向こうに行ってからも頑張れますかとか、うん、なんでやっぱり応募したんですかどういうことしたいんですかっていうことを面接で聞かれます、うん、面接の時は本当に大きいホテルの会場にもう本当に200人ぐらいバーって並ばされてそこから番号を呼ばれてホテルの個室で在官の職員の方と面接をするっていう形でした。で柔道の試験は 前々から課題内容が確か配布されたような気がします。ちょっとはっきり覚えてなくてごめんなさい。うんえー、内容は、まあ、言われた技を行動家の先生たちが座ってる前でやったり、型ですね、型を指名されます。投げ、うん、と固めの型で、ここの手技をやってくださいとか、 あとは女子は10の方もあって第2期をやってくださいとかっていうふうに指名をされてその日組んだペアと受験者の中でペアを組んでやるっていう形ですね。で柔道はそれプラス面接もあります結構この面接で落とされてる人が多くて本当に柔道のことを一応ちゃんと学んでいないと答えられないような感じなので。 もし学校に柔道専門の先生とかがいるのであれば。そういう先生からいろんな話を聞いておくことが。一つポイントになるかなと思います。はい。もし、もっと詳しく聞きたければ、ちょっと情報が今曖昧になってしまったので、はい、私のなんかフェイスブックか何かで申請したり。はい、メッセージ飛ばしていただければ、詳しく過去の問題とか共有したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> ぜひ。 聞かせてください、はい、ですね。<ぜひ> <laughs> <laughs> ということであの、まあ、実際青年海外協力隊でモンザンビークというところに行かれたわけなんですけどモンザンビークってなかなかその日本人の中では馴染みがないじゃないですか、うん、で,すで実際にモンザンビークってそのどんなところなんですかね風習やったり文化とか治安はどうなんかとかいうのがすごく気になります。 一、まあ、はまずアフリカの南のの南端っここ方に海にに海面してるところにあります、うん、国の大きさは日本の2倍以上2.2<ー>倍ぐらいですごく大きくて縦長なんですよ、うんで。首都が本当に沖縄と北海道ぐらいの距離があるんですけど首都が沖縄のところにあるので、うんうん、北部との結構貧富の差とか宗教の差とかが激しい国でした。ただ 結構アフリリカっってイギリス寮が多かったんですけど植民地で,、うん、で南アフリカでは唯一ポルトガル漁だったので、うん、あのご飯が結構美味しくて、うん、あとはまあ海鮮料理も食べれたのですごく良かったです、うん、行けた国がモザンビークで、うんうん、で公用語はポルトガル語でしたポルトガル語はいあとはまあアフリカどこもそうなんですけど 地域ごとに現地語っていうのがあって文字表記は持たないんですけど、うんうん、その現地語とポルトガル語と、まあ、首都だと英語を少し話すような感じでした、まあ、文化とかはなんだろうまあごはんだろうちょっと <laughs> あパッと思い浮かばないんですけどモ <laughs>、うん、ザンビークの概要としてはそんな感じですかねまあ世界遺産もあってモ、ねはい、ザンビーク島って言って。 島全体が世界遺産のところもあるので、うん、ぜひアフリカに行く際にはとてもきれいなので海がすごいきれいで本当世界有数のダイビングスポットとして海沿いの部分のビーチがすごい有名でヨーロッパ人がいっぱい来てるので、えー、チェックしてみてください。日本って割と何ですか、ね、水道が整ってたりとかすごい暮らしやすいじゃないですか。 でそういうところに住んでてでかつモザンビークに行くってなるとそのギャップですごいしんどいこととかもあったんじゃないかなというふうに思うんですけどそこらへんはどうですかね。そうですね行く前は不安もありつつそこに人が住んでるなら私だって人なんだから生きれるっていう感じなんですね。 で首都の結構ど真ん中だったので、うん、まあ一応水と電気はある方でした。ただ時々断水をしたり、うん、停電はやっぱりあるので、ろうそくを常備しておいたり、あとは大きいバケツで、やっぱ柔道着洗うの大変でしたね。<laughs> 手洗いで、で乾くのもすごい時間がかかるので、でそういう大変さはありました。うん、ただ柔道隊員は結構首都に派遣されることがほとんどなので、うん、他の隊員よりは ままあまあ恵まれたところで活動している隊員が多いのかなと思いますただやっぱアフリカ南米どこでもそうなんですけど地方に行くと、まあ、水道がまず通ってない家っていうのも多いですしトイレがただ穴を掘っただけっていうところもあるのでやっぱりまあそういう環境だっていうことも分かっても。 柔道を教えたいとかアフリカで誰かの役に立ちたいと思うんであれば、うん、ぜひ協力隊は自分のいい経験になるのかなと思います、うん、そうですね、うん、なんか、うん、もう意欲さえあればもうなんとか自分でやり抜くみたいなそういう意欲さえあればなんとかなりますね、うんうん、あとはまあ帰ってきてすごくありがたみに気づきます うん、あトイレが流れるとか <laughs> そもそもトイレがあるとか便座があるみたいな感じですごいびっくりしましたあ私こんな恵まれてたんだっていうあ大事ですね逆にそういう経験ギャップを味わうっていうのも、うん、そうですね逆のギャップで、うん、えでもなんかこうとはいえ実際しんどかったりしなかったですかまあ確かにしんどい時はありましたねそういう問題が起きた時日本だったら言葉が通じるので。 すぐどこかに電話して直してとか言えるんですけど言葉も通じなかったのでもう水がいつから出なくてこうでここに問題があってって伝えられないしそのもどかしさですごくストレスでしたかねあ,<ー>あとは時間の感覚価値観も違うので「今日,今日行くよ」って電話数分前にしたのに1週間経っても来ないとか自分の予定が立てられないっていうそのストレスもやっぱありましたね。うん やっぱ日本人の方がこうきっちりしてるっていう感じですもん。もそれは <laughs> <laughs> よく聞きますよね。違いました。本当にびっくりしました。ね、えなんかその食事とかのストレスとかなかったですか？<laughs> モザンビークに関してはなかったです。本当に美味しかったですご飯が。うんうん、ただうん他の国の人たちはやっぱり魚が内陸国だと魚が食べれないとか。 あとは食べ物もシーマっていってとうもろこしの粉をふかしたやつだけでそれが辛いっていうこともあったんですけどモザンビークは結構輸入品も入ってきたので海が近くてすごいありがたいことに食には困らなかったですねわわなんかその海外行ったら割と日本人お腹壊すみたいな話も聞くんですけど <laughs> その辺はご飯のなんですはいや生えたかってましたね。最初は やっぱ半年ぐらいはお腹を壊し続けてそれでも時間が経つにつれて慣れました<ー>あと脂っこいんですかね多分脂っこいから<ー>順応するですね体が順応しましたねびっくりしました今コメントでどのくらい勉強したら現地の方と言葉が通じるでしょうか <laughs> 難しいも <laughs> もとも英語は現地の方喋る 食べれるのは、うん、ちゃんと額がある人というかお金持ちの人だけですね。のとそでつがメインでした、うんえっと、一応さっきの,あの訓練所の中で70日間ずっと勉強するのでそこで日常会話「元気ですか?」とか「私は元気です」「今日は眠いです」「お腹が痛いです」っていう簡単な会話はできるようになります。うん 全員できるようになってから派遣なので、うん、まあ最悪生きていくための意思疎通はできるようになってから派遣されますその70日間でで、うん、行ってから本当に日常会話をできるようになるまでは1年ぐらいいかかかったのかなと思います、うん、簡単な文をつなげてあとはあっちが言ってくる言葉を頑張って調べたりして1年ぐらい経ったら思っていることを簡単に伝えられるようになったりしました。 言葉がやっぱり不安ですよねいや言葉最初めちゃくちゃ不安でしたそれに行きたい国も自分が決められなくて、えー、柔道ってすごいジャイカの中でも特殊で普通は行きたい国を j i の人が決めるんですよ、えー、この人はここって。 柔道だけは行動家の先生が決めるんです、えー、の先生が経歴と性格 <laughs>、うん、その合宿中の性格とかもいろいろ合宿前にいても決定するのかいろいろ見られて受験の時とかでこれはここだって振り分けられるので、えー、なんで行きたい国を第一希望できるかっていうのはすごい難しくて、うん、言葉もほんとんんどみんなゼロからでしたねすごい経験だそれも。 でえー、そのモザンビークで柔道指導するのってその、まあ、自分の慣れてない言語で指導しないといけないと思うんですけど、うん、まあこれはコメント欄の質問なんですけど、はい、その足であったり手の動きっていうのを説明するのすごく難しいじゃないですか、うん、でそういう説明ってどうされてたかっていうのとそれは英語やったんですかねポっルトガル語でした、私は全部ーすごい。 とと言われるるすすごい話しにくくなるんですけど <laughs>、あのー、本当に最初の方はそういう言葉、まあ、日本語でも難しいぐらいだったので、うん、最初は英語で言うこの「like this」みたいな感じ、うん、こういうふうにやるんだよとにかく見せて見せてで、まあ、私はまだ自分で柔道着を着て一緒にできる体力があったので、うん、とにかく組んで一緒にやる。 小さ、うん、な感覚をとにかく自分たちの体に覚え込ませるように何回も何回もやりました、うん、日本語で言うように本当に細かい部分は言えなかったんですけど、まあ、例えば引き手の時に小指は上だよとかすごいちっちゃい単語をつなげて何とか指導をしてましたすごく難しかったですしそれは本当に帰国するまでずっと課題でした、うん その柔道を指導するっていうこと自体難しいですもんね。うんそうですね、本当に私は右も左も分からず不安を抱えたまま行きました、うん、けどいろんな人が助けてくれたので、うん、他の国のメンバーも言ってるんですけどいろんな人が助けてくれるので飛び込んでしまえば大丈夫だと思います。ん <laughs> な,なんとかなる、えー、なんだかんだなんとかなりますし。<laughs> うん それがとても不安だったりストレスだったりやっぱ何とかしなくちゃいけないと思って頑張る経験値もつくので良、うん、かったなと思いますそのモザンビークに行かれたらその日本の柔道館がまあ当たり前の状態で行くわけじゃないですか、うん、でその中で行ってでモザンビークもその柔道の練習の様子を見たり、うん、その柔道やってる人たちを見て何か衝撃を受けたこととかってあります一番最初に衝撃を受けたのは もう幼い子たちも捨て身技がすごい多くて、うん、いつ頭を打つんだろうってすごくヒヤヒヤヤししました<ー>少年規定とか作ってるのってやっぱり日本特有なのでそうん、いう規定もないので小さい頃からやっぱオケーリア持つし、うん、締め技や関節技もやるので、うん、それが一番試合とか練習を見ていてヒヤヒヤヤししましたねモザンビークでも割と柔道が盛んな方なんですかね。 柔道は実は盛んではなくて国が日本の2倍の大きさあるんですけど、うん、柔道してるのは本当首都の中心地だけなんですよなので日本でいうと本当東京のなんとか区だけでやっている、うん、でクラブチームが本当ここぐらいしかないっていう状況なので全然有名ではなかったですねただやっている人たちは私は行く前は、まあ、モザンビークよくわからないし。 ま,あまだ私でも全然戦えるだろうって思って行ったんですけど、うん、男の子たちのナショナルのメンバーとかは本当に柔道が好きで、うん、一生懸命学びながら練習していたので、うん、もう私も尊敬するぐらい研究熱心だったりして、うん、あとこの国でもやっぱ好きこそものの上手なあれというか自分で努力をしながらやってる人がいるんだっていうのとそういう柔道家がアフリカにいるっていうのを知れてやっぱり良かったです。うん すげー <laughs>、うん、日でやるとそうなるですね、うん、うん、かっこよかったです、えー、何も考えてた時は、うん、確かに柔道は割と日本は恵まれてますもんねほんまになんか海外に比べたらねそうですね道場も多いし何より指導者が多いですよねどこに行ってもいろんな先生がいて、うん、自分に合ったいろんな柔道を見つけられるので モーザンビークはそれこそ指導者が全然まだいない本当発展途中の途上の国なので、うん、それがすごく課題かなとも思います、うん、モーザンビークってどんなスポーツが盛んというか人気なんですかねサッカーですねヨーロッパリーグとかがテレビで放映されたりするので、うん、あとはまあ植民地だったっていうこともあってあとはまあボール一つあればどこでもできるので ボールがなくてもなんか結構子どもたちは洋服ぐるぐる巻きにしてボールにして遊んだりしてたのでサッカーが有名でしたそのマーシャルアーツというか格闘技系はあまり有名ではなかったですね。うん、えー、とこれちょっとまたあの質問来てるんですけど、うん、あのど多分これ氏家さんだけじゃなくて僕らも答えることになるやつかもしれないんですけど <laughs>、はいうん、なんかあの。 日本へ行きたいです。で、面接でどんな答えを出したら一番いいですか。日本人はどんな人が好きですか。おと,とのた聞きたいそうです。<laughs> どうですか、ね日。日本へ行きたいです。どんな試験を受けるんだろう。確かに。<laughs> 日本大使館、その国の日本大使館が行っている。はい、あの留学生の試験とかだったら、やっぱり勉強をして、この試験に受か。 で日本と私の国をつなげたいですっていうのが一番いいっていうのを大使館の方に聞きましたでも自分が何か学校とかに留学をしたいのなら自分の好きなことを言いつつい自分の好きなこともアピールをして例えば今後の未来日本と私はどう 関係性を持っていきたいか、どういうふうにつながりたいかって言えたらいいんじゃないですかね。どうですか皆さん。確か <laughs> <laughs> そうですね。わからないですう。<laughs> でもなんか、うん、どうぞ。あい,い。うん、でもなんかその日本に来たいならそれだけの熱量がきっとそこに詰まってるから、うんうん、なんかそれをめっちゃ言語化したら、うん、言葉にしたらすごい響くものがあるんじゃないかなって勝手に思いました。 <laughs> <laughs> それを私たちがサポートします、<laughs> 言葉にするときに。はい、確かに確かに。私たち4人が、はいうん。なんかあれですよねその、日本にいてて、海外の方見て、なんかこの人困ってるなって感じの人た声かけ,かけたくなったりとかするし、うんで、こんな感じで柔道とか一緒にやってたりしたら、すぐ仲良くなれたりしますよね。うんうん、そうですね。という感じですね。はい、ということで。 えっと、モザンビークって試合とかってあるんですかっていうのとあとはその段位とかってどんな感じになってい,いんですかね段位は一応 IJF というかヨーロッパが決めたものでやっているので、うん、すごい試試験小級試験級難しかったです、うんえー、5強の技を例えば黄色帯になる時は1強の技をすべてとかだったので、うん、緑帯になる時点でもう巴投げとかが入ってきちゃうんですよね。うん <laughs> もう私もびっくりしてマジか捨て身技がすごく苦手で、うん、教えてって言われてもすごく教えにくくて、うん、受け身取る方も危ないので、うん、でも段位はうん本当日本の昇級生とか <laughs> あの段位っていうのも高度感でその合宿で習ったんですけど、うん、やっぱ説明しても IJF とかヨーロッパの方の情報 を重視して団員は決めてましたね、うん、モザンビークの柔道連盟は、うん、で何でしたっけもう一つごめんなさい最初ああと試合ってどんな感じなんかなっていう<合>はい試合はモザンビーク柔道連盟が決めて実施してました、うん、でまあ柔道連盟って言いつつ働いてる人は本当10人ぐらいで、うん、給料も特に出ず本当同好会のような、えー、柔道が大好きなメンバーとかオリンピックに出たメンバーがこう集まって 活動している感じだったので、うん、私もそこに配属で一緒に仕事をしていたんですけど、うん、試合はまあ3ヶ月に1回くらいですね、うん、っていうのもやっぱお金がないので場所を借りれなくて、うん、自分たちの道場やってるとこに畳を敷き詰めてやるんですけど、うん、まあちゃんと止めるものもないのでずれまくりますし、うんうん、場所も狭いので壁にぶつかりますし、うん、あとはまあ計画性もやっぱりないので。うん 試合やるよっていうのも2週間前ぐらいに急に告知してきてそ、えーえー、うなんですよね場所取ったのとか何回も確認するんですけど3日前まで場所取れてなくて結局場所変わったり当日もですよ当日も朝の8時に開始だよって何回も言ったしメールとかでもその同僚のグループで話し合っているんですけど開始はやっぱ4時間5時間遅れですね午後<ー>4時間 でも結構アフリカの他の国の同期のイムも3時間待ちとか5時間待ちってやっぱあったみたいなので全然それんな感じでした、うん、アフリカのタイルは <laughs> <laughs> その時間ずれてる間何してるんですかみんなは <laughs> みんなはおしゃべりしてます <laughs> <ー> <laughs> なんか気にしてません遅刻するっていうことに基本<ー>的にはもうそれが当たり前みたいな感じなんですね そうですね、自分が遅刻してしまう時もあるから相手が遅刻しても特に怒らないしいい意味で言ったら寛寛容容でですすねごい何か前あの柔道ってあの BS フジでやってるやつであのブータンの青年海外協力隊の同期ですかあれ見たんですよであれで試合やってる時もなんかその子供の試合で。 でなんかあの子ども試合は審判もブータンのナショナルチームでやってる青年の子たちが審判やったりとかやってなんか育成をやろうとしてたんですけど、うん、そんな感じでなんかモーザンビークもこう、うん、ナショナルチームの人たちを今後指導者にしていくために何か育成とかって,されてました一応 IJF 国際柔道連盟の方からそのなんかセミナーで呼び寄せられるんですよね。うん、でセミナーで呼び寄せて、うん 行動館でいいう指導者資格みたたな講師をやっっててもらって受けました私たち同僚もそうだし、はい、ナショナルに出ているメンバーあの国際大会に出ている代表選手は一緒に受けてその賞状とかをもらっていました。まだまだその発展途上であるからこそそのあれですね指導者も育てていこうっていうのはどこでもある感じなんですね。 そうですね、やっぱ指導者がどんどん増えてほしいですね。うんなんかその氏家さんが1年1年半ぐらいですかね、あのモザンビークにいらっしゃって、今後、モザンビークの柔道ってこういうふうに伸びていくんじゃないかみたいな展望は持てました、何かうーんそれぞれすごく柔道が好きで、監督もコーチも選手も大好きで、毎日努力してるんですけど。う いかん,せんお金がなくてまず国産化に出れないんですよね、うん、出ないとポイントもつかないので有名にもなれないし、うん、お金も稼げないので結局ある程度実力があっても仕事をしなくちゃいけない、うん、家の手伝いをしなくちゃいけないってみんな辞めてっちゃうので、うん、正直難ししいいいなっていう,ふうに思いました柔道で働ける場所を作るっていう一つの,の方法もあるのかなってちょっと悩みました。うんうん な,るほどなんか日本でも実際難しいなとも思うので、うんうん、確かになおさらそうですねほか、ね、に絶対やらなきゃいけないことあるってなると難しくなってきますね、うん、難しいですねやっぱ生きていくためにってなると。うん、あのこれですね氏家さんが思うなんていうんですかねその柔道を 柔道を通して気軽に国際留学をやったりするっていうのはどうやったらいいかなっていうのですか国際留学を柔道で気軽にするためには一番は大学生とか高校生であれば、うん、その学校自体の協定校とかに語学留学で行って、うん、その近くにある道場とかに通う。うん、でそこを で柔道をするっていうのが一番簡単な柔道留学柔道の国際留学かなと思いますその流れでいけばきっと学校もちょっと守ってくれるでしょうし何かあった時も、うん、で保険とかもきっと入ってるはずなので、うん、一番学生は参加しやすいかなと思います、うん、大学生で学費が二重になるのが嫌であれば、まあ、一旦休学してもいいと思うので、うん、そういう方法も取ってみたらどうかなと思いますし。 まあ、JICA は先ほど言ったようにお金も出ますし 2>,、うん、2年間であればまあ大学を休学してもまた復学できますし新卒で行ってからもまあ働き口はやっぱ日本ならあると思うので、うん、そういうのもいいかなと思いまして、うんまあ、あと大学受験前の高校生とかならば私の知り合いでこうやっぱ東海大学とかすごい有名な大学、うん、ヘンリー大学とかだと他の国から、うん。 こうコーチをしてほしいって直接声がかかるんですよね東海大とかって。なのでそこの東海大の監督とかがあこいついいぞって推薦をしてくれてお前この国のコーチしてみないかっていう声も結構かかるんですよ。うんうん、なのでもうは柔道も強くなりたい柔道も頑張りたいって思うのであればそういう有名な柔道の強い大学に行ってそこで練習も頑張りながら。 英語とかも勉強して自分は国際交流に興味があそれをアピールしていればどん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 あと国内でなんですけど国内でそういう交流をしたければオリンピックとか世界選手権とかのボランティア学生ボランティアすごい募集したりしてるのでちょっと語学も必要になったりするんですけど、うん、まあ中には行動感で練習をしてる人で語学も堪能だからじゃあやってくれって言われて。 そそれこそ東京の世界選手権私も行ったんですけどそこに、行動感で柔道をやっている子たちが、うん、語学が堪能だっていうことで中の仕事をすべてやっていて、うん、素晴らしいなと思いました、うん、面白いなってうん、はい。そんな感じですかね確かにあのいろいろな関わり方がありますもんね柔道でもね。うんうん そうですね。一つではないので、うん、いろんな人と出会ってお話を聞けたら、私もどんどんもっと聞いていきたいので、うん、はい。繋がっていけたらなと思います。うん、その氏家さんはその大学を選ばれる際に、何か青年海外協力隊のことを意識されたりとかはしてました。大学を選ぶときはしてなかったです。うん。ただ、その就職教員を目指すっていう時には、あの協力隊を受けてると一次試験が免除になる。 都道府県がたくさんんあるんですよねで協力隊じゃない、えー、っと教員採用試験の一次試験って結構筆記試験で面倒くさい部分が多いのでそこを免除ってなると2次試験の実技とかに力を入れられるので、うん、あの将来のことも見据えてあの大学の時は協力隊っていう選択肢も入れましたただ大学に進学する時は本当に教員になりたいなっていう考えだけで進学しました。うん うん。ちなみにその大学でそのあの柔道をされているときに何かその将来海外行くことを見据えて何か取り組まれたことってありました？例えばそのなんか技をレパートリー増やしたりとかなんか自分の柔道をもっと磨いてみたりとかそんなことってありました？うん、実は私女子部員一人だったんですよ<ー>、えー。地方の国立大学だったのですごいちっちゃくて男子も、うん 5人ぐらいしかいないところで正直技術面は磨けなかったなと思います、うん、うん本当に情報を集めて海外に行くために頑張っていたっていう感じですかね、うん、あとまあ協力隊を1年生の時からちょっと興味があったので、うん、その要請内容を見てあ三3段は取っておかなきゃいけないっていうことで、うん、型の練習は結構ずっとししてました片目の肩ってすごいなんか難しいというか。 複雑ですよね、なんかそうですね、結構、型はやりました、まあ先生がたまたま、行動管の先生だったっていうこともあって、本当に10の方、5つの方、真実、すべて学べたので、うん、まあそれも試験の時にちょっと有利だったのかなって思います。うん、やっぱ型を学んでおくことって、その柔道の原理とか、やっぱりやるのに、知るというか、知っておくのに大事ですかね。 そうですね、私、最初のほんと2年ぐらいは型なんでやるんだろうってすごい悩んでたんですけど3年目、4年目になってそれこそ先ほどおっしゃられたように原理が分かってきたりあの手の形、こうするのだけでなんかやはずの形とかこう日本語の昔の言葉があって結構、海外のマニアの方マニアっていうかまあ柔道をすごい勉強されている方そういうことまで知ってるので。うん 地語体とか<ー>体制の形の名前とかも日本語で全て知ってるのでそういうのは勉強しておいた方がいいのかなと思います、うん、とま,だまだまだお話お聞きしたいんですが <laughs> まだあのもう18時が近づいてきましたので、えっと、その氏江さんにあの青年海外協力隊に行ったことによってなんか自分が変わったことっていうのを教えていただきたいのとであとは最後にこの「この これを見られている、えー、まあ学生であったり、海外に行きたいと思っている学生であったり、高校生とか一般の方々に向けてメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。はいえ。待ってください。ちょっと頭がこんなにてましたすますま。<laughs> えっとまず、<laughs> 青年海外協力隊って自分の中で何か変わったことあります変わったことはたくさんあるんですけど、やっぱりいろんなことを見て。 んーいろんな視野を持つ価値観を持つ大切さを学びましたで自分の中で変わりました、うん、これが当たり前だって思っていたことが当たり前じゃなかったり差別じゃないって思ってたことが誰かにとっては差別だったりそういうことを学びました、ね、あとはまあ柔道の指導のことなんですけど、うん、まあ指導を通して私は強い先生を作ればその国のサポートになるって思っていたんですけど。うん まあ指導していく中でそれってすごくお金の面とか家庭的な面で難しいことも多くて、うん、で指導していくその中で感じたことは、うん、例えば柔道で食べていくって大変じゃないですか、うん、大変だけど私たちがこういうふうにつながったのも多分柔道が好きだからだと思うんですね。うん、で柔道とか まあ何かに一生懸命になった夢中になった熱中したっていうその気持ちが経済的に大変だったり柔道途中でやめなくてはいけなくてもその人の10年後20年後であの時何か頑張った僕は夢中になれたから今も頑張れるってそういうふうに思えるきっかけになれればなっていうでそのきっかけが柔道だったらどん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 世界も明るい方に行くんじゃないかなっていうふうに思うようになりました。で協力 ととか海外の柔道に対しして挑戦よう思っすいません話がつたなくて本当に申し訳なかったんですけれども柔道を通して私もこうしてこの3人に出会えたこともとても嬉しいですしちょっと不安でも怖くても踏み出すだけで一気に違う世界が見えて最初は確かに怖いんですけど。 踏み出したことで見えるる世界ががあっててて助けてくれる人がいて自分はもうちょっとここが足りなかったんだとかここは自分の長所だったんだ気づけて改めて自分を客観的に見ることもできますし自分の世界が一気に広がるのでぜひ挑戦を悩んでいるのであれば飛び込んでみてほしいっていうのと多分悩んでいる時点で諦めきれないことだと思うので諦めずに。 いろんな人の力を借りて飛び込んでみてください、えー、情報は武器ですそして情報は武器なのでこういうふうにいろんな人から話を聞いたり多分みんなたくさんの人が助けてくれるのでどん,どん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 質問をして行ってみてください私もちょっと質問待ってます <laughs> 話がつかなかったのでごめんなさいちょっと待ってます <laughs> 今日はありがとうございました。ということで、ライブ配信はここで終了したいと思います。皆さん、さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。待って、いいと思う。いい。<laughs> <laughs> いやいよいいよいいんだけどいやよくないんだよね切れたかな切れ <laughs> てるのかなえ切れてないっぽい,切れてない気がしますね配信ずっとされてますね <laughs> そうですね待ってあホスト多分飛行機になってる一回そう聞く